カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる。今日は2020年1月17日金曜日です。あのー、ここのとこちょっとね、ー、うちうちでバタバタしてましてね、えー、時間が取れなくてちょっと録画というか、撮影ができなかったのでお休みさせていただいたんですけれども、今日はちょっとその時間、合間があったので、またね、うん、ちょっと喋ってみたいと思います。 えー、今日は10度ぐらいなのかなまあまあまあですかね。この時期だとね。で、空はもうどんよりと曇ってます。雨だけは降らずにね、うん、住んでるみたいですけれども、いい天気とは言い難いですね。冬のどんよりとした一日っていう感じですね。 うん。で、えー、体重ですけれども、えー、ちょっとね、空いてるんですが、昨日との差は、プラスマイナスゼロです。なんとかかろうじてね、えー、2.9キロ、2キロ台をキープしてますね。うん。ちょっとここのところね、食欲がもう、半端ないんですけどね、なんとか頑張ってます。踏みとどまってますが、明日あたりさてどうなんでしょうね。うん。 で、えー、血圧は上が 116, 下が 61, 脈拍 69. これはね、えー、至って正常値の範囲ですね。うん、それから、あと、ちょっと時間が空いてるんですけど、えー、この間ね、えー、病院で、まあ、血液検査したんですけど、血液検査の結果はね、えー、至って正常値でした。うん。 ずっとここのところね、特にヘモグロビン A1C は5.5、えー、ね、えー、昔のことを考えると嘘みたいですけど、これも一応ね、ダイエット、まあ、ダイエットっていうか、10キロほど痩せたおかげだろうと思ってます。うん。まあ、やっぱりね、痩せてよかったなーって思ってるので、なんとかね、キープしながら少しずつ減らしていきたいなと、 思ってます。それから、あのー、その前にね、イカメロを飲んだ時の、その、生体検査っていうんですかね、えー、組織採集をした検査結果は、一応ね、えー、悪性ではなかったと。まあ、良性のものだったという、えー、結果を聞きました。 で、えっ、ー、と、ピロリ菌ですけれども、一応ね、えー、取った部分にはピロリ菌はいなかったということです。ただし、えー、そこにいないからといって、全体にいないとは限らないので、一応、やっぱりね、えー、2月の14日の日に、えー、時検査っていうんですか、あの、息をふーって吹いてする検査をすることは、そのまま予定しています。で、でえー、っとね、ちょっとね、 ことありましてね、うん、まあ、実家でもいろいろとあったし、私も個人的にまあいろいろとあったりして、今度ちょっとバタ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 してるんですけどね。ただまああのす、ー、べてがねいい方向に向かってきてるので、うん、あのー、大丈夫だと思いますけれども、またね、えー、しばらくうーんバタついて。 え、投稿できない時とかが出てくるかもしれませんけどね。えー、一つその辺はね、ご容赦ください。まあ、できる時にやっていく。無理をせずにやっていくっていうのが一番続く、ポイントだと思ってますのでね。うん。 でもね、本当にね、いろんなことが起きますよね。まあ特にね、長い間生きてると、本当にいろんなことが起きてきて、で、それがやっぱりなかなか簡単に解決しないようなことが多かったりね。あとはまあ、おめでたいこともね、ちょっとスタートしたりとか。 うん、いろんなことが、始まる、もんですね。今年はね、寝度しっていうんですかネズミの年。一応ね、えと、ー、っていうのはネウトラウ、寝うしとらうて、寝から始まりますので、えー、物事がね、一回転して、新しいことが始まる年、とも言われてるんですね。うん。私にも新しいことが、いくつか起きてきそうな予感がしてます。で、えー、今日のジージドドイック行ってみたいと思います。今日のジージドドイック うちでも外でもいろいろあるが変わらないのは自分だけ。うちでも外でもいろいろあるが変わらないのは自分だけ。ね、あのー、自分を変えなきゃいけない時もあるけれども、自分だけが変わっちゃいけない時もあるので、私の場合は今はね、変わってはいけない時期だと思ってるのでね、うん、このままね、えー どっしりと落ち着いて、えー、進んでいきたいと思ってます。えー、今日も最後まで、えー、お付き合いいただきありがとうございました。ね、えー、お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、また明日も喋ってみたいと思っています。えー、時間を見つけられたら喋りますのでね、その時はよろしくお願いします。それではまたまた、バイバーイ